はい、今回のスタート地点はですね、臼杵一丁目の信号からです。これからですね、ハンズマンというところに行きます。おなじみでしょ。いや、前の車でですね、いやまあ前の動画でハンズマンまで行くところで終わろうとしたけど、もうここのところですね、何度もですね、それでハンズマンで終わるパターンが多かったもんですからね。ちょっとパターンを変えてやろうと思ってですよ。それでですね、まあそういうとこです。で、こっから行くとですね、ハンズマンはですね、次の信号左折になります。こんな風にしてほら、信号のところにハンズマン、臼杵店、左折とか書いてあるといいですよね。通り過ぎることがないから。私なんかほら通り過ぎてもどう行けばいいかっていうのは分かってるけど、知らない人だとですね、どっからどう行って引き返せばいいか分からないっていう方いらっしゃいますからね。あれです、今日は薄曇り、青空ってわけで、だからずっともう桜島の方があれですもんね。煙ったように見えるけど。これも秋のシーズンの一つのあれですかね。風景的なあれなんですかね。ま、でほら、風がですよ。なんか秋風っていう感じに見えませんかね。いや、黙ってこの絵を見ると、黙ってこの絵を見て、そんなに秋風って言えるって言われると、いや言えません、ごめんなさいって言うけども、なんかね、今日は10月のほら、あ、9月の20、言いましたっけ、言いませんでしたかね、9月の25日のね、2時37分なんだけども、だからでしょうね、なんかね、秋風にこう気持ちよさそうにはためいてるって感じしますよ。今日は日曜日ですからね、ちょっとあれが、普通ならここはスーッて信号を通り抜けられるんですけどね。あれですよ、ハンズマンはここから出口専用、入り口専用って見えるでしょ。今ほら、茶色っぽいチョコレート色の車が入っていきますけど、あそこから右折。今の形もそうですね。はい、ここ入らせてもらいます。あ、すぐ帰ってきますからね。すぐ帰ってきますけど、ここは駐車場。あ、ここでいいな。はい。ちょっと待ってくださいね。早かったでしょう。10分ぐらいでしたかね、いたのはね。ここの出口専用口から出ます。ここハンズマンはね、出入りがね、ちょっとね、あれ、苦労しますよ。特に夕方の6時ぐらいですかね、通勤帰りの人なんかが、今右から左にこう、来るでしょう。ここがね、なかなかね、開かないんですよ。今もそうですけどもね。こういう時にほら、ドライブ動画としてこれを楽しみたいっていう方のために、こういうところをカットした動画をですね、そんかり無音ですよ、無音。
ありがとうございます。ちょっと先に頭を作りましょうかね。その点ね、あそこの北山はですね、入りやすく出やすいですからね。ありがとうございました。後ろの人にお礼を言わんです。いや、ありがたいですよ。やっぱりね、譲ってくださらないっていうか、まあ何もほら考えるんですって言って、間を詰められるとですよ、あと一信号待たんないかんわけですよね。んで自分としては別にそりゃいいんだけど、やっぱりね、ドライブ動画とした時にね、カットせずにそのまま、いわゆる、あれでしょう、ノーカットでずっとするわけですから。で、まあ意味もあるんですよね。要するに、ここ左行きますからね、要するに今日は日曜日の3時今2分だけど、この産業道路南港南口のあたりですね、このあたりの通行量がどうなのかっていうのを、やっぱり今はほら、自分としてはもうあれですよね、って出入りがしにくいんですよね、時間かかっちゃうんですよねっていう、あれがあるんですけども。行かないのかな？あれなんだけども、10年後ぐらいの社会学者がですよ、鹿児島の道路事情、ですね、鹿児島はですね、日本で、一番通勤通学帯のですね、朝と夜晩ですね、そのね、渋滞率がひどいらしいんですよ。もう日本一っていうのは名前がつくのはいいんだけど、悪いイメージでね。ですけども、まあ何十年か後にはね、これがね、自動運転によって、コンピューター、それと今でもこの何、信号は、コンピューター制御されてるっていうけれどもですよ、10年後、20年後はさらにそれが進化してると思うんですよ。でもその時に、2022年の頃の、鹿児島、やっぱりさっき言ったみたいに、コンピューターによって信号がこう制御されてた時代の今日ですよね。9月の25日の状態と10年後、20年後のあれを調べてみた時に、ああだこうだとかですよ。またこう街並みが変わってるとかですよ。今こっからほら、団地が見えるじゃないですか、前の方がですね。なんだけども、その頃にはもう、信号の向こうもこっちもビルになって、ほんで、向こうの小高いところにあるあそこの紫団地の方の側も、違うマンション形式のどでかいやつがバーンって立ってるかもしれないし、案外ドーム型になってるかもしれないし、それと自然が猛威を振るってですよ、強風とかああいうのが来るからということで、ドーム型のなんか強化プラスチックでこう、紫原全体がこう覆われてるとかですよ。そうはなってほしくないんだけどね。わかりませんからね。こういうばっかりは。あれですよ、今でもそうですし、この車。まあ、エンジン音はあんまりしないように編集でしてあるんですけどもね。
今ではほら、信号待ちになるとエンジンがストップして、それでアクセルを踏む、あ、左行きますね。アクセルを踏むとなんかこう、ワチャワチャンっていう、うるさい音しますよね。ちょっと美しくない音が。だけど、それの時代に、この車は、あれだと、あれが切り替わる、この音が、カッチャンカッチャンとか、キッチンキッチンとかいう音がするというのもですね、今でいうところの、昔のフォードの、T 型フォードの初期版、あれに匹敵するような、見方をされるかもしれませんしね、この車自体が。それとそのあれでしょう、ガソリン車と、それから、ハイブリッドっていうのも、車の前の部分を見ると、わかるでしょうからね、AI にこの動画をこうずっと解析させると。そしたら今の鹿児島のにおける、ガソリン車、まあディーゼル車はほとんどいないと思うけど、それとその、なんっけ、まあ軽自動車と、それからセダン、それから何て言うんですかね、まあ要するにそういうのが分かるわけですよ。そしたらやっぱりね、歴史的ななんとかっていうの、価値があるかもしれませんね。ちょっと話の内容がちょっと違ってきたけど。まあ要するにあれですね。時代とともに変わってきますからね。あ、でしたね。ハンズマンから、いかに出にくいかっていう、買い物が終わってからですよ。あ、そうだ。ほんじゃちょっと試してみましょうかね。これはハンズマンに入る時の動画入ってましたもんね。頭の部分にね。ですからこれからあそこに行けばいいんだ。北山に。北山。ここはですね、ハンズマンからはですね、こっちにどれぐらいだろう。1キロも離れてないですからね。今の信号、今度信号がですね、あれ、産業道路です。で、この画面では見えないけど、右がですね、漫画倉庫。そしてですね、左側にはこうパチンコ屋さんとかあるんだけど、そこはもうなおさら見えませんね。要するにあれですよ、ハンズマンから出る時の感じがこんな感じだったんですよね。漫画倉庫はですね、今こう見えてるかどうかわかんないけど、交通整理をしてくださる方がいらっしゃってですね、それでやっぱりこうスムーズに出れますね。はい、ここがですね、産業道路。だからハンズマンから北山まで、すっすって行けば5分ぐらいで行けるんですけどね。すっすって行けませんね。特に今日は。時間帯ですね。話は飛びますけど、去年の、9月30日までか。そこまでがですね、コロナの一番そのコロナに過剰反応してもって言ってもいいくらいのあれで、なんけ、時短要請とか休業要請とかですよ、
飲食店なんかですね、そういうのがあったんですけど、その頃のですね、動画がですね、このおまかせテレビの最初の頃にありますから、見てください。こんなね、交通量多くなかったんですよ。その頃はですね、もうすっすって行きました。ほいで、10月の1日に、去年のですよ、10月の1日に、要するに、あれはなんだっけ、まん延防止なんとか条例みたいなのがですね、解除された次の日に、225号線を走ってた時に、どこどこ方面渋滞っていうですね、道路標識が出たんで、あの電光掲示板が、あの辺どこかな、新川のそば18番ラーメンがあるあの辺りに出たんですけどね、それを見てですね、私は喜んでましたからね。その頃はね、ほんと5分ぐらいでね、スッスッスッって行きましたけどね。今日はまた日曜日ですからね、あの普通出ない方なんかが、家族サービスとかそういうあれでこっち出れられ、あの出れ来ていらっしゃるんでしょうね。これぐらいね、この時間に普通の平日はあんまりありないです。はい、ここからがですね、北山、今前の車、あ、ここからですね、ここからもうスッスって出られますからね。あ、こ、客は北山には寄りません。こんだけ車もいっぱいいますでしょう。はい、ここですね。行くでしょう。ほんで、まあこれでもう買い物が済んだとしますよね。ドラ、戻ろかい。した時はですね、もうここをこう来てですよ。こう、ここまでドンって来ますけどね。そしてこう来てですね。で、正面がペット館。私のリスナーさんもよく来られるらしいんですけど、前は来てたんですよ。で、ここに、このドライブ動画で入らないのはですね、U ターンの仕方がほら、ぐるーっと回ってっていうあれがね、左側で食っとけ。あ、こっちで行けた、で行けた。要するにほら、すぐだったでしょ。何も障害もなくこっちに行けて、ペット館。ここもこう来れて、あ、こっちに回れたんだ。で、まあ、例えばここにペット館に寄るとするでしょ。寄って、だから帰ろうかいし、したときはですね、もうこっちのタイミングだけで出れますからね。どうらち。私はね、ここにはですね、昔は熱帯魚を飼ってた頃があって、ほんで、ほら、もう全然でしょ全然でしょって話があれしてすいません。こう帰るときですよ。さっきみたいにあそこで出口のところで何分も待たんでもよかったわけですよね。ここにしてもそうですよ。ほら、出ようと思ったらスッて出れるわけですからね。前の車はどうするんだろう。まっすぐ行くのかな。資材センターの方に行くのかもしれません。ああ、でしたね。だからこれぐらいのもんですよ。ストレスは全然感じませんからね。ほんで、ここ左行くでしょう。ほんで、右を確認して左に行く。そして、ここを右折すると。ストレスがないですね。ここで一旦停止でしょう。ちょっと前で一旦停止しますからね。まあここがね、ちょっと混むぐらいかな。だけど、もう北山とは関係ないですからね。で、寿司窓か。こんな感じですよ。
ほんで、ここがあれですね。産業道路。まあ、この他に、ナフコがあるんですけど、ナフコと、北山、それからハンズマンっていうのは、一連の、あれで行った動画がありましたからね。まあ、今日はあれとしてですよ。あ、それとですね、さあ、前の動画でですね、最近こう、思考回路が、二次元的なものか、三次元的になりましたかよって偉そうに言ったんですけど、それはね、あれです、DIY に関するあれだけ。しかも、ビデオスライダーに関することだけですからね。ですから、普通の、一般のものを考える時の、思考回路がって言われるじゃないですからね。そこのところは、あれに、あれしてください。勘違いなさらないように。私がちょっと、もしかすると、その前の動画の時に、そういう、DIY に関してだけですよっていうのを言わなかったかもしれないですからね。だけど、DIY に関する、特にビデオスライダーに関する、その思考回路っていうのは、なんかパパパパってこう、違う展開、もちろんいい感じのですね、展開になってきましたからね。ですから、あれですよ、ビデオスライダー、ビデオスライダーという割には、ビデオスライダーの映像がないなと思っている方も多いかもしれないけど、もうそろそろですね、全貌が明らかになります。映像としてですね。はい。ということで、この辺りでこの動画をお開きになります。ありがとうございました。